森でクマに出くわしたら、そいつの目をじーっと見てみろ。相手が敵になるかどうか見極めなきゃなら、どんな獣だって避けられるものなら争いは避けたい。それが本能ってやつだ。でもどうしたって自分が殺される、そう思ったら人も獣も死に物狂いで向かってくる。死にたくない、もう片方の本能がそう訴えるんだ。昔幕府の残党を追って蝦夷中を巡ってた頃な、立ち寄ったアイヌの村で熊送りの儀式を見たことがある。子供の頃から飼って手なずけたヒグマを神の生贄に殺すんだ。首をはねてな、胸くそが悪くなる儀式だ。アイヌどもが寄ってたかってクマを殺すんだが、クマも相当暴れ回る。今まで仲が良かった人間がある日自分を殺そうとするんだからな、クマの目ん玉が怯えてんだ。札幌からこの町まで優に80里があったろう。こっから先は人の数より熊の方が多いかもしれん。でもな、不思議なことに未開の地というのは野心を持ったネズミどもを引きつけるんだ。ネズミは小さいうちに潰すに限る。ネズミが熊になる前にな。どうした？木八の店で堀田のとこのせがれがジョロと問題を起こしまして、所長殿に来ていただけないかと。申し訳ねえです。こんな時によっぽど腹に据えかねたんでしょうな。木八のやつ放っといたら下手人ども追い殺しそうな剣幕でして。新入りたちはどうします？連れてこい、ちょうどいい歓迎会だ。おい、ダメか。客のあそこが小さいからちょっと笑っただけでこの仕打ちさ。あの二人打ち首にしておくれよ。こいつはどっちんだ？お前ら元は仙台藩だったよな。おい、木刀よこせ。棒切れで尻でも撫でて済まそうってのかい？ずいぶん気の利いたお裁きじゃないか。おかしい！
旦那、あの娘には元手がかかってんでさ、これから稼いでもらおうって時にこのままじゃうちは大損だ。あれじゃもう客もつかねえな。傷もんか。その通りでさ、走れねえ馬と一緒でさ。どうせ馬より安く買い叩いたんだろうが。お前たち、このまま札幌に送られて裁判を受けたいか。わあ、間違いなく週時間暮らしで鉄道の線路作りに明け暮れるんだろうな。そいつが嫌なら喜八に馬くれてやれ。おい、女郎6人だったな。ええ、3頭ずつ合わせて6頭だ。冬が来る前に届けろ。いいな。はい、終わりだ。ちょっと待ちだよ。こんな裁きがあるもんか。おかしもいい。戻って夏目の面倒でも見てろ。うちしら馬や牛と一緒かい。見損なったよあんた。そう熱くなるな。おかしい、この町には流れ者が多い。酒が掘りや食い詰めた侍くずらがふらふら舞い込んできや。でもな、あいつらそんな半端もんじゃねえ。普段は畑や牧場で汗水流して真面目に働いてんだ。たまに女郎でも抱いてりゃおとなしい連中なんだよ。ごめんだね。こいつらもまた侍だ。仲間もいる。これ以上恥かかせると面倒なことになるぞ。侍が威張り腐る時代は終わったんだ。警察が聞いて呆れるよ。血が乱れねえのか。話しておくれよ。どっから来んだ。おい、ないか、ないか。そいつも当てってるわけやんな。首がこんなったから。おい、話しておくれ。それとも、こいつは小さなものでも切ってやるか。許さねえ、本当なこと。だからって私ら女郎に何ができるのさ。命があっただけめっけもんだね。生かしてもらうのがせいぜいなんだ。だばこんままなぎねえりか。もう飽き飽きだね。死んだふりして生きんのは。
いつはたまげた。本当に来てやがる。久しぶりだな、鎌田十兵衛。官軍の連中がその名を聞いて震え上がる元幕府軍伝習歩兵隊の人斬り十兵衛。薩摩の近藤やったろ。夕張じゃ新政府の追手を皆殺しだ。人違いだろう。戦友の顔も忘れたか。俺だ十兵衛。バパだ。札幌でどうやらあんたが生きてるらしいと噂で聞いたが、この目で見るまでは信じられなかった。見ての通り、今ただの百姓だ。運な俺の唯一の幸運はあんたを敵に回さなかったことだと思ってたよ。それでも味方だと思っても恐ろしい時があった。こんなに人が人を冷酷に殺せるもんかってな。昔話をするためにはるばるここを探し出したわけじゃあるまい。これからわしのに向かう。海田君を二人殺しに一緒に来てくれ。二人を殺すわけは女を切り刻んだ。まあ女といっても女郎だがな。その野郎どもの首に賞金がかかった。なんと1000円だ。その金は開拓者が出すのか。まさか。女郎たちの金だ。仕事間男を加え込んで集めた金だろう。賞金はきっちり折半でどうだ。頼む十兵衛、俺と一緒にそいつらやってくれ。俺たち二人なら開拓民なんざが殺すなわけないだろう。ダメだ。折半が気に入らんのか。500円あればこんな貧乏暮らしともおさらばだぞ。人殺しはもうしない。女房と約束したんだ。十兵衛、考えたことないか。あの戦で官軍の野郎どもに勝てれば今頃俺たちはどうなってた。なあ、こいつは最後の賭けだ。一緒に行こう。なんならあんたの女房に話したっていい。死んだよ3年前にな。諦めてくれ。十兵衛、糸がそう簡単に人は変わらんぞ。いくら捨てたつもりでも過去があんたを忘れない。大雪山を回って北へ上がる。気が変わったら来てくれ。
ちゃん、食うとこがない。母ちゃんに話さないでやってくれ。行きの頼むな。食い物がなくなったら取り寄せめろ。どうしても困ったことがあったらアイヌボタンに行け。しばらく人乗せてないからな、こいつ。心配するな。パンツ着て帰る。から心配してましたよ。もう少しで所長殿に相談するところでした。川が増水しまって渡れなくて。こいつはいえ上物ですな。あ、違うってば。これは鹿までよこせた余念が。待てって。
これ上着の印だ。受け取ってくれ。そんなもんで済まそうってのかい。本当に詫びたいんなら弾でも切り落としてくるんだね。千代が二度と来るんじゃないよ。やめろ。俺はその音が嫌いなんだって。またあんたと馬を並べるなんてな。仕方ない、腐れんだ。そうにしてもあんたが加勢してくれて一安心だ。俺は何もできんぞ。この冬乗り切るための金は少しでもありゃいい。それでも随分心強い。金は約束通り折半だ。悪いな。心配すんな。こいつでケリをつける。本当にやれんのか。その二人には何の恨みもない。恨みなんかない奴を散々殺してきた。違うか。そういう時代だったのさ。ゲノゲノ
侍とすら言い切れない俺たちにとっちゃ朝廷も幕府も小判の表と裏みたいなもんだ。大して違わん。11年か。あけなく幕府が降伏して戦も終わった。それでも討伐隊のやつら地の果てまで追ってきやる。逃げても逃げても、俺たちは殺すしかなかったんだ。生き延びるためにな。理由なんてなかった。怖かったのは殺されることじゃない。何のためらいもなく殺してた。だとしても十兵衛、あんたのおかげで俺は生き延びた。もう大昔の話だ。あれから酒も飲んでない。一滴もな。聞いたよ。死んだ女房がお前さんを真人間に変えたって話だろ。ああ。ひそぎに十兵衛さんよ。ってんだ。俺だってな、5人殺してんだぜ。5人。そいつでネズミでも撃とうってのか。いや、すっこんなら小僧、用がないなら早く帰れ。城に二人やりに行くんだろ。こんな老いぼれより嫌やぼになるぜ。バカバカしい。ただの分け前目当てか。金がいらねえってやつがこんなのどこにいる。んな切ったんだろ、そいつら。顔も手も足も切り落として、ここの他には切ってないとか熱やないか。話だ。おまけに薄っぺらい正義感ときたか。だと銃は金剛が一番だ。俺だって負けちゃいねえぜ。
戦の後は里に戻ったが全て失った。女房もとっくに逃げてた。仕方なく前戻ってきたが、ただ石炭掘らされてただけだ。暗い穴蔵の中で何年間もずっとな。いつの間にかほらこのざまだ。どうした、気でも変わったか。せめて町まで一緒にどうだ。ちょっと遊んだら気分も変わる。そのなんだ、そっちのはしばらくご無沙汰なんだろ。女房が上から見張ってるさ。え、女ってやつはしつこいからな。デュエ、変わったな、お前さんだけじゃない。お前じゃ汽車も船もこいつがなきゃ動かない。金ができたらこいつを掘り当てる。一緒に夢見ないか。俺だって一度ぐらいお日様浴びたくてな。行くぞ姉さん。お前だって爺さんだ。賞金は俺が先にいただくぜ。あの野郎。うっ、うっ、おい死んだふりはよせ。どこってやがんだ。大した腕してるぜあんた。でも減らねえことだ。その口、吹っ飛ばしてやるか。構うな、金吾。行くぞ。ちょっと待てよ。俺はこの辺りに詳しいんだぜ。今だって先回りしたろ。あの山の中突っ切り二日は早く着け。ついてきたかったら別に構わねえぜ。ついてきてくださいだ。あ？しろ、さっさとしないと他の商品化石に先越されてまうぞ。それに加えてこれだ。さんちゃん。はい。2年前の大久保卿暗殺の記事ですね。今さらこんな論説を載せるなんて、自由民権運動に対する牽制ですかね。薩長薩長と世間じゃまるで同列に見られるが、
我ら長州の者にとっては迷惑この上ない。時代遅れにふさわしい死にざまじゃないか。確か資格は6人、護衛もなかったそうですよ。さすがに6人相手ではどんな剣豪だとしても。はい、前田さん。あるんですか、その6人の侍相手に。どうやって。まあやりようだよ君。そこタコさん、おもしてこん言うが。はい、いるもんだね、こんなところにも薩摩が。大久保といい、西南戦争を起こした西郷何がしといい、薩摩の連中は身勝手な主導権争いでこの国を騒がせてばかりだ。それに飽き足らず今はここ北海道の利権争いに必死らしいな。おいと意味、ここじゃさつまいもは育たんと聞いたがね。え、やめやめ。はい、あちらに。もしやる気がないなら返してくれ。表へ行ってる。こうしていても拉致があかん。こちらから行こうか。なんだ、抜いたこともないのか。違う違うて、抜けんじゃ。そう震えていてはな。情けない。申し訳ございません。殺す価値もないな。遊んだらまた肉が欲しくなった。この二人、刀をよこしなさい。役場で預かる決まりだ。私が物騒な男に見えるか。いや、しかしそういう決まりが。何も見なかった、そう報告しておけばいい。わざわざこんな地の果てまで女郎を買いにおいでですか、北王子殿。驚いたな、大石一蔵。酔ったはずみで溺れ死んだと聞いたが。あいにくしぶといもんでね、川の水をたっぷり飲んだおかげで目が覚めましたよ。すまん、工房に恨みを買いすぎてこんな荒野に引っ込んだか。こいつは姫路弥三郎だ。姫路です。鉄道会社の方かな、姫路殿。物書きです。物書き、手紙のか。本だ。俺の伝記を書きたいと言っててな。
ゆっくりだ。字がわかるなら考察もしっかり読めたはずだ。刀も銃も武器の持ち込みは俺が許さない。絶対にな。それがどうした。抜かなければ何の問題もあるまい。これはこれは随分高性なお出迎えだな。丸腰でこの物騒な土地に掘り出そうというのか。物騒だから取り締まるんじゃないか。おい、丁重に扱え。ひげを蓄えて大物にでもなったつもりか、構造。では諸君、失敬。おい、子たちはどうした。刀は武士の魂だぞ。いつまで侍気取りでいるんだ。俺はな、侍崩れが大嫌いなんだよ。賞金なんかないぞ。あったとしても欲しがるやつはこの通りだ。つまり勝敗の分かれ目は剣の腕だけじゃないと。真剣を持って向き合えば不思議と互いの力量が分かる。互いの腕が五分もしくは五分に近い、そう判断したらあとは間合いだ。間合いをどう見切るかで決まる。勝負は一瞬だ。けどな、結局は鉛の玉が歴史を決める。今の時代刀で切り合えるほど気概があるやつがどれほどいる。刃の前に命をさらせば臆した方が死ぬ。わかるか。ご丁寧にこんな仕掛けまで作りやがって。構えろ。え、こうしよう。俺を切り殺すことができたら、マサール連れてこっから逃げてもいいぞ。
嘘だと思うなら切りかかってこい。やっぱりこれにはかないませんよね。渡せ。弾が気になるか。どっちだったかな。俺にもわからん。死の刀は また遊びに来いよ。町田が行こうと外してる。よし、おれ。どうだ、あんたんところの書生さんな、俺んところにいたいってさ。地獄へ行って本を書け。ここは捨てられた極悪人の吹き溜まりじゃ。道徳心のかけらもね、やばじめ。おうちゃん、
江戸へ逃げ込んで当然じゃ。本土から捨てられたんじゃけど、文明もね、来たの果てで寒さん耐えて口は当てるがええ。もうこれで誰も来やしないね。十兵衛さんよ、あの一件は本当なのかよ。夕張で隠れキリシタンと討伐隊を皆殺しにしたって話さ。キリシタンの村に逃げ込むのはいい考えだな。やつらも新政府に見つかりたくない。あんたにとっちゃ好都合だ。ところがどういうわけか官軍に嗅ぎつかれた。裏切られたと思ったあんた、村人を皆殺しにして口を封じた。女子供も容赦なく。あんた今まで何人殺してきたの？忘れた。忘れた？忘れたと言ったんだ。聞こえなかったのか？早くしろ。殺す時のケーキ漬けに持ってきたからどうだ。隠れキリシタンの話だが、女子供まで皆殺しにしたのは討伐隊の仕業だったんじゃないのか。本当のこと言ってやれ。おい、とんでないだ。おい、歩け。あるな。黙れ。歩け。おい、来い。行け。今一度聞こう。なぜ家に火を放った？話してみろ。見るな。この薄汚い愛の目。
貴様らが火をつけたのだな。この顔にそう書いてあるではないか。今のうちに行くか。気の毒だが関わり合いになると面倒だ。あの家の母親が死んだんだ。アイヌは女が死ぬと家を焼く。あの家に持たせてやるんだ。家を焼く？それがどうして？あれこれ古い習わしをやめさせやがったんだ。新政府のお達者だ。おせっかいなおかみだ。座れ。座れんか。座れ。座れ。座れんか。貴様、その薄汚い耳輪を外せ。外せ。動くな。その目は。連れてこい。はい、はい、来い。行ってきな。行ってきな。まず行きな。ほら行け。みたくエランベテク忍かれあませころえな種はなくね忍かれあまや黙れ。猫をエイキロスイルベタ黙れと言っとろうが。そしてこれたらあっかにつむエイカウンセころえぬるえイエイネの変馬の生きや。貴様も犬か。行くか十兵衛。十兵衛様もこやつら犬と同類か。俺は今機嫌が悪いんだ。豚に話しかけられてな。待たんぞ。すごい。だったらどうだってんだ。片っ端から力ずく粘ってくわしんと弱くて弱くて踏み潰されるしか脳がねえアイヌの血が混じってクソみてえな俺が生まれたのさ。何も珍しいことじゃねえだろ。虫けらは虫けららしく黙って言うこと聞いてりゃいいんだ。悪い答えが引き返せ。アイヌの血が混じったお前がワシを殺してみろ。死ぬまで追われることになる。言ったら俺はもう5人殺してるんだぞ。ワシがアイヌの反乱を許さない。絶対にな。
ってんだあいつ。なんか、あれだな。聞いた話とはだいぶ違うな。ああ、でもよ、痛いってのは傍から見てもわかんねえもんな。自分にしか。分からねえもんだな。大丈夫か。もうじっと見られてる。え、確かによそ者に温かい街じゃなさそうだ。雨のせいだ。やっぱり一杯飲んだ方がいい。ちょっと上の様子を見てこよう。あいつ女にでも引っかかってんだろう。そのもしかしたら俺も上がるかもしれないが、よかったらお前も。そんなわけないね。武器は預かる決まりだ。よこせ。お前、考察を見なかったのか。雨で見えなかったんだろ。あんた、名前は？お前、名前はねえのか。引っ張り出して熊と戯れようってのか。だけ。北の丘の麓に小屋があるから。分かったわ。これお前の草。きついじゃん。そこに隠れといて。
のおっさんどうすんだ。先に馬だ。こっちを向け。おめおめと生きてたか。いいか姫路君。はい。この男は元幕府軍伝習隊の人斬り十兵衛だ。人斬り十兵衛。あの白瀬での薩摩藩士殺しや夕張でも隠れキルシさんを皆殺しにした。女子供一人残さずな。俺は伊達の百姓だ。いや鎌田十兵衛、お前は根っからの人殺し野郎だ。どうした人斬り十兵衛。本性を見せてみろ。いつまで猫をかぶってるつもりだ。十兵衛、ここはなお前のような悪党が来る町じゃないんだよ。そいつはただの屍だ。おい、音を近づけろ。
絶対卑怯な手使いやがったでなきゃみすみすやられるわけがねえ死にたくない怖い助けてくれ大丈夫だ準備落ち着け落ち着くな太いもんだぜまだ動いてやがるもう二三日様子見させてくれおいおい何悠長なこと言ってんだよ明日にでもやっちまおうぜやるときは十分も一緒だ冗談だろあのさもう使い物にならねえ開拓民なんざ俺とあんたでやれるだろとにかくまた食べ物を持たせるわ薬を頼むなんでもう行くのかよお前借りてもう一遍だけいいだろな賞金あるったけ使っちまう気すか使い切る前にどうにか片付けておくれよよ任しとけ何の心配もいらねえ渡るの波や俺がきっちり話してやっとるよからここに3日間ずっとその間あんたが不思議なもんだまだこうして生きてる飯を食い山を眺めてる
最後に見た父もそんな背中でした。死ぬまで罪を背負って生きていく人の背中。女房にも似たようなこと言われた。人を切って切って切って、最後には誰かに切られて死ぬ、ただそれだけの人生だと思ってた。違う生き方があることに気づくのに何十年もかかった。奥さんは？ああ、今も子供たちを守ってる。殺すつもりですか？そうやってお金のために女子供も殺したんですか？馬に当たっただけだな。イライラ、そんな畜生。だよ。しっかり狙えよ、おい。早くしろよ。待てね。うれやめ。ひなわだな。ひなわ？笑わせんな。早く。待てる。早く。待てる。ちまおせ、仲間が戻らねえうちにな。
てこい。許して。女を切り刻んだ報いだ。俺はやってねえよ。今更何の出しやがる。死んで罰を受けろ。石炭の話だ。あれは嘘だ。もうどこにも行き場がないんだ。おい、逃げるぞ。いいのかよ。聞いてんのかよ。おい、エスカー、信じろ。あんちゃん、またあんたに重荷を背負わせちまった。俺はここへだ。おい、正気はどうすんだ。あと一人残ってるぞ。お前は黙ってろ。ジュベ、勝手を言ってすまん。会社でな。キング。キング。もう誰も殺さなくていい。あと俺たちがやる。あんたのおかげで自分がどんな人間か。やっと分かった。嘘に嘘を重ねてこのざまだ。
考えてみりゃ俺はあんたのことが怖くて妬ましくてそれでも離れられなかった。もっと早く会いに行くんだったな。最後ぐらい笑え。笑えよ。下手人どもは東に向かって逃げた。一人は右頬に傷がある。所長がつけた目印だ。他二人は白髪男と山猿みたいなやつ。多分アイヌだ。奴ら銃を持ってる。必ず殺さずに捕まえてこい。どうしたお前ら、刀の握り方も忘れちまったのか。とっとと武器取らねえか。伊藤、奴らの寝込みを襲え。わかりました。本当に殺しちまった。わざわざ女買うために長旅してきたんじゃないんだ。一人になっちまったな。大体女を切るなんて気の小さい小悪とかすることだ。本音を言えそんな奴らが殺されようが俺どっちだっていい。おい、今の赤毛のやものガキ、俺の名に傷がつく。先を越されましたね。勝って生き残ったもんが正義で、負けて死んだもんが悪になる。記録ってのはそういうもんだろ。十兵衛を殺しておけばよかったんじゃないんですか。このクソの匂い、鼻がひん曲がりそうだぜ。
馬のクソより立ち回りだ。まったくだ。あんた、なんでアイヌの女とくっついた？それも忘れちまったのかい。忘れたことは一度もない。無理やり連れ去ったんだからな。どいつこいつ。母親が死んだ時から親父を殺すことが俺の生きがいになった。こいつで最初にぶっ殺してやろうと思ったんだけどな。俺は女を痛めつける奴は許せねえんだよ。しっくしょー、しっくしくっさいぜ。Ah!
十少しは思い出したか、鎌田十兵衛の住みかと、もう一人アイヌの野郎は。あいつじゃねえ、あいつはアイヌじゃねえ。じゃあこいつは何なんだ。どうしてアイヌの断言が佐之助にぶっ刺さったんだよ。おかじ、十兵衛との金の受け渡しはどうなってんだ。そんなもん、もうとっくに渡しちまったよ。なあ、お前には話したよな。俺は作り話が好きじゃねえんだ。女なぶんのも趣味じゃねえ。でもな、おかじが素直になるまでちっとばかし我慢してくれよ。ちょっとやめとくれよ。おかじしっかり見てろ。あの野郎、玉倉っても突進してきやがったよ。あれにはさすがに焦ったぜ。それでもぶっ殺してやったけどな。それもクソしてる最中にだ。まあ見ろってんだよ。見てくれよ。止まらねえんだ。初めてだ。初めて殺した。あっけれ、あっけれ、畜生。
死ぬほど酔って今は忘れろ。目が覚めたら嫌でも思い出す。あいつら殺されて当然だよ。そうだろ。なんだ。どうした。殺されました。仲間の人が殺されました。金吾は所長に折檻されてものすごく殴られて、うめき声が街中に聞こえるくらい。君は誰も殺してない。誰も。やろう。何を聞いてた。アイヌのこと。それにあなたの住処も。言ったのか。あの人どれだけ殴られてもアイヌなんか知らないって言うって。そして最後に笑いながらこう言ったの。本当の怖さを知らない。ジュペイは必ずお前たちを皆殺しにする。いくらなんでも殺されて当然なのは俺とお前だ。金吾じゃない。俺は嫌だ。もう殺し合いはごめんだ。俺はあんたみたいにはなれねえし、なりたくもない。金もいらねえよ。全部あんたのもんだよ。後でくれと言っても遅いぞ。
あんたに殺されたくねえ。違う生き方があることを気づかせてくれた女房の形見だ。子供に届けてやってくれ。体が温まったらすぐに出発する。街道中を徹底的にしらみつぶしだ。一人二杯にしとけ。俺のおごりだ。所長、この辺りに三人稼ようと思ってます。この主か。見境ないやつだな。金を店の飾りにするのは命と引き換えだ。邪魔する奴は殺す。この殺し狂いが。ああ。
あとはお前を殺すだけだ。面白い。いいか、俺が撃たれたら皆で蜂の巣にしろ。どの道おめえは逃げられねえ。
行け。私は物陰です。ただの物陰です。新聞や雑誌に書いたり本にもなりますし。物陰か。書きません。何も見てません。知りません。絶対に書きません。ここで見たことはありのまま書け。いいんですか。本当にいいんですか。一生追われ続けますよ。それでもいいんですか。ただし、ジョローとアイヌのこと、もし書いたらどこまでも追いかけて殺す。
十兵衛を見たのはあの日が最後だった。あの人は大切なものを私と五郎に託して行ってしまった。昇る朝日に背中を押され、私は思った。この場所で生きていこうと。十兵衛が妻を愛し、子供たちを愛し、一度は希望を手にしたこの場所で、いつかあの人が戻ることを信じて。